あ、すごいこれ。見てこれ。バタッと枝が倒れた具合が収穫し始めっていうところで、あれ予想と違うんやけど。花心園芸チャンネル、たきかわです。今日はね、袋栽培をしたじゃがいもの収穫を実際にどれぐらい取れてるかね、試していこうと、見ていこうと思います。じゃあ早速開けてきますね。花心花ちゃん培養土25リッターでやってます。あ、すごいこれ。見てこれ。うお。見てこの大量収穫ですね。まず一袋目こんな感じでした。じゃあ次いきますね。こっちもね、切ってきますね。これちょっと枯れちゃってますけど、収穫のタイミングちょっとこれ遅めかなという感じですね。バタッと枝が倒れた具合が収穫し始めっていうところで、まあ枯れ枯れになっちゃってももちろん中の芋はね普通に生きてるので、そんなタイミングで収穫していただくのがいいかなと思います。よし、こんなところかな。そうですね、ちょっと並べようかな。こんなところでした。はい、じゃあこっちも開けてきますね。いや、これね、一株でこんだけ取れたらね、畑いらんね。袋で全然取れちゃう。こんな感じですね。え、大きいきます。これね、このパンパンに張ってますね。すごくいっぱいできてそうな雰囲気ですが、これはどうでしょう。あ、これアンデスレッドですね。おお。はい、じゃあ次はね、これ芽かきをして芽を3本だけ残したやつですね。これ1、2、3個で、一方こっちは芽かきをせずに1、2、3、4、5、6個残った状態ですね。これが果たしてどんな風になってるかっていうのを今からね見ていこうと思います。じゃあ早速開けていきますね。一方こちらは芽かきをしなかったやつは果たしてどうでしょう。なんかたくさんあるぞこれ。あれあれ、予想と違うんやけど。あれ予定と違うんですけど。こっちの方が小さい細かいのがいっぱいで、大きいのがあんまり取れてないっていう結末の予定だったんですけど、なんだか意外によく取れてます。芽かきをせずにそのまま放任で育てたやつ、まあ想像では細かい芋がいっぱいで大きい芋があんまりできないのかなと思ってたんですけど、意外に大きいのも取れるし、でもちろんね、こう小さいのもいっぱい取れてね。ね、これ見て。こんな感じでね。小さいのもこんな感じでたくさんね、取れてますね。はい。こんな感じで取れました。続いては、横バージョンと縦バージョンでどっちがいいか。横バージョンの方は
芋2つ入れてます。こっちは1個ですね。じゃあそれでこっちもねばらしていこうと思います。じゃんじゃん、うわすごい、うわすごい、もうね芋だらけなんだかでかいのも取れてるし、これまあ横で2個入れてるっていうのももちろんあるんだけど、これだけで見るとなんかね、横バージョンで2個やった方がたくさん取れる感じがしますね、うん、今度はもうこれから横だね。もうこんな結果です。上にちょっと見えちゃってますよね。これ光が当たるとここ緑色になりますね。緑色になってるやつは毒が入るんでこれ食べれないんです。なのでね、これはちょっとね、除外しないといけないっていうことになりますね。もともとこれね、この植えるときに種芋を一番底に入れて植えたんですけど、やっぱりね芋は上とできてくるんで、どうしてもこの土がの上に出ちゃうとね、これ緑色になってしまってちょっと食べれないものになってしまいました。とはいえこっちもよく、縦横バージョンの比較、こっちはね下の方やっぱりね芋がなくて上の方に集中してるっていうのもあって、そうするとね縦よりも横にした方が上の方が広い分たくさん取れるのかなっていう、そういう結果だったと思います。で実際にこう横だとね2個入れたっていうのもあったと思うんですけど、大差のついた結果になってしまいました。もうこれちょっとね、ということでこれからは横でやるっていうふうに決めました。はい、結構ねこれ大きいのも取れるしね、袋じゃがいもはもう下手すると袋栽培の方が簡単で大きいのできるしね、畑いらないですね。でやっぱりね25リッターの大きい袋でやるっていうのがポイントなのかなっていうのと、今回分かったのは横にして2つ植えるっていうのが一番収穫良かったんで、それでこれからねやってみようと思います。今後はねこんな大きいのも取れるしね、見てこのでかいのね、大量でした。はいはい、アンデスレッドね、これは秋植えにも向いてる品種なのでね、また秋のねジャガイモもやっていただけるといいかなと思います。ではねチャンネル登録といいねボタンまたよろしくお願いします使った土はねまた天日干しをしてリサイクルしようと思います。はい、花心園芸チャンネル、チャンネル登録お待ちしています。土はすべての力、花心。